忌まわしくも懐かしい景色であるな。そうだな、シロと初めて会ったのも、初めて一緒に戦ったのも、この場所だな。ようやくここを通れるのだな。本当の声は誰に問う？本当の姿を誰に見せる？我が問いに答えよ。小鳥さんが喋ってますよ。我は問う。人がなぜ世界からいなくなったのか。なんだそれは。待て、これは合言葉だ。合言葉？いわばこの城に入るための呪文だ。確かどこかで聞いたような。本当の声は誰に問う？本当の姿を誰に見せる？我は問う。人がなぜ世界からいなくなったのか。我が問いに答えよ。我は答える。黒き病がゆえに我は問う。人はその命をいかに長らえるのか。我は答える。その身と魂を分かつべし。我は問う。魂の行く先はいずこか。我は答える。うつしみとなる傀儡に収める。よかろう。そのものを主たる人とみなし、城への立ち入りを許可する。どうやら先に進めるようだな。何時らは村の双子。デボルさん、ポポルさん、どうしてこんなところに。村に戻る気はないか。ここはとても危険よ。入ったところでヨナが戻ってくるかどうかも。いかにしてここに来た。質問しているのは私たちよ。そうか、なら仕方ないね。仕方ないわね。君とは戦いたくなかった。本当に戦いたくなかった。どうして、なぜなんだ、デボルさん。正直、ここまで成長してるとは思っていなかったよ。なぜだ。なぜお前たちが邪魔をする。シロの島、裏切りの輩よ。お前に質問される筋合いはないわ。力を。リサ
されし言葉を使えるのか。それはもともと私たちの力だからな。あなたはそれを分け与えられたに過ぎない。シロさん、大丈夫ですか？どうしてなんだ、デボルさん、ポポルさん。なぜ魔物の味方なんかするんだ。どうして？全ての謎の答えは魔王の御心にある。魔王？仲間なのか？ずっと仲間だったのか？答えはあなたが探してちょうだい。己の真実と向き合うために。魔王の城へ入りなさい。デボルさんとポポルさんが無茶してくれレレレレレレぜ。シロ、大丈夫か？おかしいぞ。我の最大の武器であるはずの口が回らなくなった。東海とは豪勢だ。こいつら魔物だ。豪勢であるな。